アンソニー・トマス・アキーナス・カルモナは、トリニダード・トバゴの政治家、同国大統領を務めた。かつては、同国の最高裁判事で、2012年から大統領に就任する2013年にかけて、国際刑事裁判所の判事を務めていた。デニス・スティーブン・カルモナと、妻、バーバラの6人の子の第一子として、トリニダード島南東部のフィザバードに生まれた。 サンタフローラ公立小学校とサンフェルナンドにあるプレゼンテーションカレッジを卒業。1973年から1983年にかけて西インド諸島大学とヒューティング法律学校で学んだ。1983年に法律学校を卒業すると感染弁護士となり、1989年に上級感染弁護士に昇格した。 1994年から1999年まで、控訴局の第一補佐、ついで副長官。2001年から2004年には、ハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷と、アルーシャのルワンダ国際戦犯法廷の検察局に、控訴担当の弁護人として加わった。2004年、トリニダード・トバゴの最高裁判事に指名された。2011年、 国際刑事裁判所の判事に選ばれ、翌年3月11日に着任した。定約国会議における第1回投票でカルモナは選出に必要な70票を上回る104票中72票を得た。2013年2月3日、カムラ・パサード・ビセッサー首相は退任するジョージ・マックスウェル・リチャーズの後継に、与党はカルモナを任命すると発表した。 野党の人民国家運動のキースローリー代表は、党として、これを支持すると述べた。しかしその後、PNM は、カルモナが2001年から2004年まで国外で、勤めていたことを理由に、彼が大統領として適任であるか疑問を呈した。これに対して、アナンドラ・ムロガン司法省が、法律の専門家たちに問い合わせたところ、カルモナはこの要件を満たしているとのことであったと、答えた。 2018年3月に大統領を退任。ありがとうございます。